私はゆかり、2ヶ月前に子供を産んで現在育休中。息子のリクは可愛いが、夫のカズトにムカついて毎日切れそう。うん、起きちゃったの？はいはい。よしよし。ああもう、目が覚めちゃったじゃねえか。え？なんで泣かせるんだよ。はあ？赤ちゃんだもの、夜泣きするわよ。また始まった。俺は昼間働いてるんだぞ。お前は昼寝られるけど、俺は違うんだ。私だって寝不足だし、昼寝なんてほぼできないけど。うるさい。もうリクは泣き止んでおっぱい飲んでるのに。お前が一番うるさいわ。俺が寝不足で倒れたらお前のせいだからな。ムカつくわ。カズトはもともと神経質なタイプだったが、子供が生まれてからは特にひどい。夜泣きをうるさがるのはもちろん、リクのおむつ替えにも文句を言う。うんちかな？今変えてあげるね。よしっと。おい、俺の視界に入るところで汚いもん見せるなよ。は？リビングでおむつ交換するなよ。別の部屋でやれ。汚いって、赤ちゃんは一日何度もおむつ交換するし、その度にカズトのいない部屋に移動しなきゃいけないの？当たり前だろ。あのさ、前から思ってたけど、なんでそんなにリクに当たりが強いの？それに、全然子育てしないよね。リクは誰の子？私とカズトの子でしょ？俺は働いてるんだよ。お前は家にいるだけだろ？育児のために育休取ってるんだから、お前が育てるのは当たり前だろ？その育休だって、リクが1歳になる頃には終わるのよ。その時は、私も仕事を再開する。共働きに戻った時、カズトはリクの世話ができるの？なんで育休明けの話になってんだよ。俺はリビングでおむつ交換するなって言ってるだけだろ？もういい。せっかくの休みなのに気分悪い。気分悪いのはこっちだよ。リクの世話どころか、抱っこもしようとしないくせに。元から神経質なところあったけど、最近エスカレートしてる気がする。泣き声やおむつに嫌悪感を示すし、私が授乳をしているのも面白くなさそうに見てくる。二人で望んだ子供なのに、なんでこんなことになってるんだろう。ん？お母さんからだ。うわぁ、嫌なタイミング。はい、もしもし。ゆかりさん、カズトから聞いたわよ。リクくんの泣き声のせいで、カズトが眠れてないそうじゃない。はぁ、あ。何回も言ってるでしょ？カズトは繊細なの。子供の頃は体も弱かったし、だから睡眠だけはしっかり取らせてあげてちょうだい。ですが、リクだってずっと泣いてはいないんですよ。泣いても授乳したら泣き止みますし。ゆかりさんは大雑把だからそう思ってるのかもしれないけど、耳障りなものは短い間でも気になるものなの。耳障り？あなた、今仕事していないんでしょ？だったらカズトをもっと気遣ってあげてちょうだい。お言葉ですが、確かに今外で働いてませんけど、家で子育てという仕事をしているんです。カズトさんは全然協力しませんし、私一人でやっているんです。だから何なのよ。だから、もう30になる大人の男の機嫌なんて取ってられないってことです。ちょっと？それでもカズトの嫁なの？お母さんもいつまでカズトさんを子供扱いするんですか？ほんと生意気ね。こうなのに騙されてかわいそう。あの子の心が壊れたらどうするつもり？さあ、どうしましょうね。あ、リクが泣いてるんで失礼します。ムカつく。このタイミングってことは絶対カズトがお母さんに言いつけたんだわ。何が心が壊れるよ。こっちこそストレスでどうにかなりそう。だが、私の実家は飛行機の距離、簡単に行ける場所ではない。どうしよう。こんな状況がずっと続くの？リクはまだ寝てばかりだが、もっと大きくなったら活動量も増える。カズトは歩いたり走ったりするリクに興味を持ってくれるだろうか。あの調子じゃ、イライラをリクにぶつけて面倒な父親になる気がする。その夜、はいはい。うるせえ。は？何度言えばいいんだ。黙らせろ。寝れないだろ。信じられない。今、リクに向かって投げたわ。寝れないなら起きてろ。うわ、何するんだよ。あんた、今何したか分かってる？こんな小さい赤ちゃんに向かって物を投げたのよ。だからって水をかけることないだろ。はぁ？俺は眠れないんだよ。なんで被害者の俺がこんな目に遭わされるんだ。はぁ？子供なんて作らなきゃよかった。うるさいし、ゆかりは全然俺のこと構ってくれないし、もう嫌だ。ああ、そう。だったら解決方法は一つね。お前が出ていけ。は？今すぐこの家から出ていけ。こんな時間に追い出すのかよ。出ていかないなら次はバケツの水ぶっかけるわよ。お前、夫に向かってなんだよそれ。大事な子供に害を与える奴は夫じゃない。ゆかり、お前変わったよ。前はもっと俺を大事にしてくれたのに。それ以上余計なこと言うなら、水じゃなくて洗濯のつけ置き水ぶっかけるわよ。ふぅ。カズトは青い顔でスマホと財布だけ持ち、タクシーに乗って出て行った。はぁ、やっちゃった。でも後悔はないわ。むしろもっと早くこうすればよかった。カズトには近くに実家がある。私が出て行かずとも、あいつを追い出せばよかったのだ。ああ、そうだ。めんどくさい電話がかかってくるだろうから、通知切っておこう。誰に文句言われることなく育児できるって最高だわ。
はいはい、おっぱいかな。今あげるね。翌朝、うわぁ、えぐい量の着信。さて、こっちに取り掛かる前にやることがあるのよね。私は上司に電話をした。今後の仕事について話し合うために。もしもし、佐久間です。課長に相談があるんですが。数時間後。はい。ゆかりさん、あなた夫を家から追い出すってどういうつもり？かわいそうに、カズと泣いてたのよ。泣いてたんですか？ちょっと、このチェーン外して、中で話し合いましょう。嫌ですよ。リックさっきお昼寝したばかりなんです。お母さんの声がうるさくて起きちゃう。はぁ？誰に向かってそんな口を？あなたがそのつもりなら、妻からの DV で警察に行くわよ。いいの？じゃあ私も、カズトさんがリクにした暴行を警察に話しに行きますね。え？虐待？何も聞いてないんですか？あいつ、昨日の夜に泣いてるリクがうるさいからって、物を投げたんですよ。父親なのに、生後3ヶ月にも満たない我が子に、物を投げたんです。ちょっと、あなた、声が大きいわ。私は、確かにカズトに水をかけましたけど、大事な息子を守るための、正当防衛です。わかったわよ。だから大きな声出さないで。警察に行くならどうぞ。でも、女が男に水をかけたのと、父親が生後間もない子に物を投げたの、どっちが世間的にまずいんでしょうね。お母さん、カズトさんが心配なら、今後はお母さんが面倒を見てあげてください。もう戻ってこなくていいんで。え？じゃあ離婚を考えているってこと？そうですね。でもリクも小さいですし、すぐに働くのは難しいです。なので、私が以前と変わらずに働けるようになるまで、別居でお願いします。聞いてます？ええ、聞いているわ。わかったわ。カズトのことは私に任せてちょうだい。あ、生活費は今まで通りもらうので、そのことも伝えておいてください。ちなみに、前と変わらずに働けるってどのくらい？そうですね。1年くらいは先でしょうね。わかったわ。わあ、わかりやすい。どうやら義母は嫁に文句を言うより、大好きな息子と一緒に暮らせる方を選んだらしい。その夜。どういうことだよ、離婚って。なんでそんな話になるんだよ。そんなの、あんたとの結婚生活に未来が見えないからでしょ？そうやって、いつも俺ばかり悪者なんだな。俺はただ前みたいに落ち着いた生活がしたかっただけなのに。小さな子がいて落ち着いた生活なんてできるわけないじゃない。なんで子供なんて欲しがったんだろう。やめておけばよかった。私もあんたとの結婚を後悔してるわ。唯一の救いはリクが生まれたことだけ。寝れない寝れないってバカみたいに言ってたけどさ、それって赤ちゃんみたいだよね。いい歳して寝ぐずりなんてしてんじゃないわよ。なんだよその言い方。今後は本物のママによちよちあやしてもらってちょうだい。眠れないよママって。バカにするな。今度会社の人に言ってみたら、赤ちゃんの泣き声がうるさいんで切れたら妻に追い出されましたって。きっと誰も同情しないし、追い出されて当然って思われるでしょうね。あ、リクが泣いてるから電話切るわ。まだ俺との話終わってないだろ。話？生活費ならちゃんと請求するから、別居でも席が入っていれば支払い義務があること忘れないで。おっと、通知オフにしとこ。めんどくさいから。よしよし、もう元気に泣いても大丈夫だからね。その後、私は上司にお願いし、育休を終えた後は在宅での仕事に切り替えた。そうして、リクが保育園の生活も慣れた2歳の時、やっと離婚をした。よし、荷物も送ったし、新居に行こう。新しいうち、楽しみ。そうだね、ママとリクはタクシーで行こうね。タクシー、僕、タクシー好き。ん？ゆかり、あの。何？なんでいるのよ。そんなの、離婚届を出したって聞いて。そうだよ、もう他人です。ママ、あの人誰？さあ、誰だろうね。知らないわ。待ってくれよ。やっぱり俺、ゆかりを忘れられないんだ。この2年、全く音沙汰なかったくせに、何言ってるの？それは、お前に反省してほしくて。はあ？俺を必要だって思い出してほしかったんだ。残念だけど、むしろいなくてよかったわ。ストレスなく育児ができたもの。それより腕、離してくれる？痛いんだけど。なんで？俺はずっとお前からの連絡待ってたのに。ママから離れろ。いて。リク？あっち行け。何すんだ。痛いだろ。あっち行け。なんて暴力的な子なんだ。信じられない。とっとと帰って。次は私がまた水かけるわよ。くぅ、もう知らないからな。リク、ああやって石を投げたらダメだよ。だってあいつママの腕ギュッてしてた。でもダメ。わかった？危ないからね。はーい。でも、あの時の枕のお返しをしっかりやり返したわね。2歳の子に追い払われた元旦那の情けなさに苦笑いしつつ、たくましく育った息子に感心するのだった。